食堂です。本日質問来てましたのでそちらに答えていきます。夏場の練習の仕方を教えてほしいですということだったので、僕の夏場の練習の仕方をざっくりと動画にしておこうかなと思います。まあ基本的には雑談ベースなのであんまり深く考えずに、ご自身のやりたいようにやっていただければいいかなと思ってます。夏場の練習ってなると結論から言うと、僕は一番大事な練習、ポイント練習って言われるのはやっぱインターバルトレーニングとかになるわけじゃないですか。高強度の練習になると思うんですけど、まあ、それができなくなってくる季節だと思うんですよ。なので、まあ、じゃあわざわざそれをやる必要はなくて、だったらもっと、基礎的な練習、走り込みとか、それこそ、まあ、スプリント系、まあ、坂ダッシュとか200ダッシュとか、まあ、それこそ150ダッシュとかでもいいかなと思うんですけど、まあ、そういったところを僕は取り入れた方がいいのかなと思ってます。まあ、走り込みこれもね結構きついはきついんですけど、朝早くとか、それこそ日が落ちてからだと全然ね涼しかったりするので、まあその時間を狙って、できるだけゆっくりでもいいので長く走る、足を作ると。逆に、夏場日が照ってる時とかは強度を高く長く動かすっていうのは、気温が高いと難しいので、逆にじゃあもうスパッと行くような練習、逆にこういう練習は冬場にはできないのでこういった練習を夏にやっておくと。はい、まあ言ったらもう本当にどっちも陸上競技の基礎の部分だと思うんですよ。ゆっくり長く走るっていうのと、素早く走るっていうのは陸上競技の基礎だと思うんで、この基礎を、今の時期にやっておくと。涼しくなってくるにつれて徐々に、それら2つをブレンドさせながらインターバルトレーニングとか、はい、やっていければいいのかなと個人的には思ってます。で、僕はね基本的にというか僕はね、リディアードのマラソントレーニングはすごく、本を読んでて、ああなるほどねって思うんですよ。高校生の時にやってた練習とかも、ああなんか確かに流れ的にはそういう風な形だったんだなみたいな感じで、まあ、本を読みながらこういう意味があって1年間のトレーニングは決まってたんだなみたいな感じをなんか思い出しながら高校生時代を思い出しながら、マラソントレーニング勉強してたりします。夏場インターバルトレーニングやらなくていいのかっていうと、そこはね、まあ、難しいところであるので何とも言えないんですけど、僕はあんまりこうインターバルトレーニングを、まあ、やらずに、そこをやる体力を走り込みだったり坂ダッシュとかにこう筋力トレーニングに当てるような形で考えてます。ただ全くやらないっていうのもゼロになりそうな気がするので、全くやらないっていうのはないので、それこそなんかレース使って、まあ、今の現状把握で出し切るみたいなとか、それこそまあインターバルも時々やったり、はい、ただその頻度はすごく減らして、あんまりこう疲れすぎないように、そのインターバルトレーニングに比重を置きすぎないようにして練習は夏場はやるようにしております。なんだろうな、この考え方って多分ねリディアードさんの考え方だと思うんですけど、基本的にマラソンはこう半年ぐらいかけて組み立てるみたいな、まず走り込んで、でその後に、まあ、走り込んでその後に坂ダッシュとかで筋力スピード出せる力をつけて、で無酸素トレーニングインターバルとかやって、で、コーディネーションして、ピーキングテーパリングするっていうのが、リディアードさんの考え方かなと思うんですけど、走り込みと坂ダッシュとかのスピードトレーニングは、まあ、言ったら基礎の部分なので、まあ、ここを夏場にやっていくと。9月ぐらいになってくると1ヶ月ぐらいかけてインターバルトレーニングの頻度を増やして、徐々にこう体を仕上げていって、その後にコーディネーション期、まあ多分ねこれ TT 系だと思うんですよ。マラソンの神髄、瀬古俊彦さんのマラソンの神髄とか読んでても思うんですけど、結構ね TT 系をやった方がいいよっていうのが多かったりするんで、まあ僕はねそれあんまりやってないんですけど、まあ、TT って結構難しいんで、瀬古俊彦さんの練習って40キロ走の TT とか入ってたりしてるんで、さすがにそこまではできないなっていう。やっても3分40ぐらい、まあジョグよりちょっと早いぐらいの、40キロ走とかしかやってないんで、まあ本来だったら40キロ TT までやった方がいいのかなと思うんですけど、まあそこのこうコーディネーション期があるわけですよ。僕の場合は40キロ TT はちょっと、まあレース以外ではできないので、40キロをちょっと速いペースでやるのと、マラソンペースの1万5000メートルとかやって、こう
2つからこう組み合わせていくような感じでマラソンは考えてたりします。まあ、これはね秋口の練習、もうマラソンに向けてのもう本格的な特異的な練習になるので、まあ、夏場の練習とはちょっと離れてしまうんですけど、まあ、それをやるための土台として速く走れなきゃいけないし長く走れなきゃいけないというので、まあ、そこ2つを今のうちに夏場のうちにやっておくとが一番理想かなと思うので、夏場の練習の大事になってくるところかなと個人的には思ってます。ぜひ僕もね今めちゃくちゃ走り込んでて、だいぶね体がねもう久しぶりに何年ぶりかに新スプリントがちょっとうずき出しててですね、ああやっぱこうやって走り込みができてなかったんだなみたいな、はい、思っております。で僕もねそのまあ全然ね走り込みとかできないんで結構ね大変なんですけど、まあ、この夏しっかりと走り込んで、自分のこう土台を大きくするのが大事になってくるかなと思います。じゃあ最後に、僕の習慣トレーニングみたいな感じのことを話すと、まあ、できるだけ2回練習するようにしてます。朝と夜2回練習してできるだけ距離を稼ぐと、インターバルトレーニングやらないことはないけどあんまりこうペースを追いすぎない。今の時期ってそんなにこうなんだろう、インターバルとか1005本とかのインターバルって、まあ、レースの特異的な練習かなと思うので、まあ、レース期間じゃないってことはあんまりそんなに質を追わなくていいのかなっていうところで、まあ、できる範囲で疲労をあんまり溜めすぎないような形でインターバルはやるような感じ、はい、で、プラスでできるだけね不整地とかを走るように心がけてたりします。不整地走ったり、あとは坂ダッシュですね、坂ダッシュをやったり、してます。坂ダッシュっていうのかな、丘ダッシュっていうのかな、はい、をやったりしてます。あとはロング走をできるだけ入れるようにしてるというような感じですね。ということで、夏場の練習の仕方に関しては基本的には基礎トレーニングを入れていくのがいいのかなと思いますというところで、今日の動画は質問に答えさせていただきました。ぜひ夏、非常に暑くて練習継続難しくなるんですけど、できる範囲で頑張っていきましょう。それでは今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。